はい、タバコの喫煙動画始まりました。今回は、新発売なのかな？ラークの、14mm。スマートプラスってやつですね。こちら、コンビニで、インスタントくじ付きということで、ラーク 14mm 発売記念。ジョージアの、カオルブラックが当たるということで、開けてみましょう。はい、外れーとか言うな、どうせ。当たりが出れば、もらえる、パカ外れ、絶対外れ。100% 外れだと思う。パカッ！はい、残念。絶対外れだと思う。死ね。こういうので一回も当たったことねえからな、俺。マジで。狂ってる運がなんか確実に、オワコンになってるよね。値段が390円。と、安めです。エタールが 14mm のニコチンが 1.2mm。うん。あとは、あ、これ19本入りなんだ。そう、出た。こちら20本入りではなく19本入りというほぼ詐欺。詐欺来た。忘れてた。道理で安いなと思ったら、390円のこれ来たよ。詐欺価格。気をつけた方がいいですね、これね。では、吸っていきましょう。19本入りだから、1本少ないか。実質19本やから、値段440円ぐらいするという。見た感じ、こんな感じ。普通の、感じっすね。いや、確かに、ラークの、なんだ、洋木感はちゃんとあるんですよね。ただ、いわゆるラークのチョコレート感はあんまりない、とは思われますね。あ、ちょっとあるか。あ、ちょっとあるな。あ、あるな。ちょっと、あるな。強さを超えた凄み。4月2日に発売したらしいですね。こちらスイス製だそうです。なんかちょっと細い気もするな。薪が若干細い気もするな。うん。なんか若干細いよな。巻きが。いや、これ手に取らないとわかんねえんだろうけど、これ細いな。これ細いな。間違いない。これちょっと細めになってる。細めのタバコっすね。まあ、14mm なんであれなんですけど。ああ。ちょっとだけ。まあ、14mm の強さは、そんなに感じないけど、まあ、やっぱそこそこ強いっちゃ強いですね。10mm ぐらいの感覚はありますけど、14mm っていう感じはしない。タール 14mm ならではの力強い味わい、かつスムースさを実現するために厳選されたブレンドを採用しました。うん。ちょっとだけチョコレート感はあるな。あるな。あるある。
でもやっぱラークは、ラーク、マイルドとか、あと個人的に、普通のラークの12ミリのやつか、もしくは、ラークのマイルドってやつが好きなんだけど、それに比べると、ラークのね、普通のボックスのやつ、あれが好きなんですけど、結構チョコレート感もあるし、で、洋木感も結構バリバリ、かな。これも洋木感あるんだけど、なんか、物足りないっつうか、チョコレート感が全然足りない上に、香りもそんなに、いいかって言われると、別に普通のタバコの香りするなーって感じ。ラークのね、あのボックスのやつ、フルフレーバーってやつ、フルフレーバーの12ミリのやつは、すげえ香りが、本当に芳醇な香りするんで、好きなんですけど。値段も420円って、これと同じじゃねえか、ぶっちゃけ。20本入りにしたら多分、これと同じだと思う。うん。ラークの12ミリは本当に美味しいタバコだと思いますけどね。うん。以前吸ったこのスマートプラスの1ミリだったかは、メンソールが入ってたんでよくわからない味わいでしたけど、まあちゃんと、こっちは、あの、チョコレートの、あの風味はちょっとしますけどね。やっぱラーク独特の香りが、ほのかに漂うね。ただやっぱりフルフレーバーの12ミリには、全然、がぜん、勝てねえな、これ。これ買うんだったらやっぱラークのね、あの12ミリの420円の赤と銀色のパッケージのやつが一番うめえと思うけど、これは買う価値はそんなにねえかな。まあただまあぼちぼちぐらいじゃないですか。三つ星ご視聴ありがとうございました。